面白そうなお話がありますので、芸人一置きの芸人でやらせていただきました。そう、結構まだま、いやでも 2,3 個話はそうあるんですけど、まあ、あの流れで行く話じゃないなって思ったのでやめました。自信作かどうか分かんないけど、なので、まあ、またいつか機会があれば。緑茶ありがとうございます。そう、あと昨日は、まあ、ずっと私はもうマイクがない人だったので、そうマイクない人だったからもう話すこともできず、そう、ただただみんなと同じ感じの視聴者側でしたね。そう、マイクがずっと手になかったので、そうで、ガヤ芸人もできなかったんですよ。だからいつか聞かせます。ハードル今ので上がったかな。もめ台本ね、すごい盛りだくさんの企画でしたよね。キメイさん顔面強かったかね。いや、もういつもですよそんなの。ごめんなさいけどもういつもです。すいません、それはいつもです。くまちゃんのパンありがとうございます。動くハートありがとうございます。ハートありがとうございます。12日の制服の向こうへの座席出たわけですし、あ、そうなんだ。劇場 MC ね、劇場 MC もちょっと、まあ、もっと面白く頑張ってきてと思います。12日の座席ぜひ教えてください。ハートありがとうございます。こんばんは、おにぎりありがとうございます。牛乳ありがとうございます。話そうと試みてた。じゃん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 、こんばんは。そう、でもまあ楽しかったですね。クレープのおすすめ、そうね、チョコバナナ好きかも。カフェオレ、わ、いいな、今日は飲んでない、珍しく。珍しくカフェオレもカフェラテも飲んでない。ドライブインミッキー行ったことないです。こんばんにゃん。今日もキミちゃん可愛かった。鉄中、今日、わ、いいね、今日も可愛かった、いいじゃん。もうお母は今日会えなくて寂しかったよ、キメイさんに。昨日もバイバイしたくなかった。カフェラテ買って帰ろうと思ったなら忘れて帰ってきた。カフェラテでも今日ここは飲んでないから一緒です。晩ご飯食べてない。ピーチティー、ピーチティーね、桃好きだから。ご飯、おにぎりありがとうございます。会えなくて沈んじゃうよそりゃ、当たり前じゃん。鉄の座席、鉄な行くのか。あ、マリン住んでるやつ、ローソンの目が、ローソンいいな、近くにあるの。やっほー、沈むように溶けて。あ、そう、未完全カレーをね昨日もいただいたんですけど、そのスタッフさんからもうなんかもう持って帰ってたくさんみたいな、もう何個でも取っていいからって言われて、なのでマリンさんとイズリンさんをいただきました。残念ながらキメさんはあの売り切れでして、で聞いたんですよスタッフさんにも、え、これキメさんないんですかって聞いたら、キミちゃんね売り切れなんだよねって言われて、くそーって思って、キメさん売り切れだったんですけどって言ったら、本人に言いました。マリンさんのゲットしましたよ。マリンさんとイズリンさんのをねいただいちゃいました。12キロは最後に持って帰った？それは分かんない。それはちょっと分かんない。ご飯3つもらった。
マリンさんとイズリンさん2つもらいました。12日の公演に全力を待ってます。そう、完売でした。結婚してあったんです。そう、大人気。くっそー、マリンちゃんのかん名前を漢字で書けるよ、書けるよ書けるよ。多分その影響。結婚してアフターリです。ね、開封できないよね本当に。春ドラマ何があるかちょっとまだあれだわ、チェックできてない。座席 E 列 ABCDE。 お、結構いいじゃないですか。 E だけにね。カレーね、あ、でもキメさんくれるって言ってたけど本当にくれるのか分かんない美子さん、え、知ってますよ。多分私のスクールの先輩な気がするけど知ってますよ。緑茶ありがとうございます。座席5名埋まって助かった。嘘、座席キミエさん今日お疲れ様です。私には見つけられない それなら良きまだチェックしてないわ春ドラマ。なんで食べるのも良さそうだね。確かに12日用事あるんだ。そうだよ、そんな時こそ例の座席のタグだよ。てか誰かと思ってたら誰かと思ってたらなんでそんな名前にしてるの。誰だろうってずっと思ってた、ごめんずっと誰だろうって思ってた、ごめんね。おにぎりありがとうございます。月末の連休、え、月末連休なんだ、それすら知らないっていう。昨日サイリウム見えてましたよ。 B、 え、すごい、え、 B12 ってさ真ん中ブロックになるよね。うん、だよね。え、めっちゃ良くない、めっちゃ良い席じゃない。おにぎりありがとうございます。12日は爆笑席、爆笑席下なんだ、爆笑席なんだ。ちょっと楽しみにしとこう。こんばんは。あ、すごい、 B12 ってドセンターなんだ。制服の目ですか。制服の目はあれ何が多いんだっけ、ここあれ上手が多いんだっけ、あれどっちだっけ、ちょっと待って、制服の目でしょ、ちょっと待って、制服の目でしょ、制服の目でしょ、足元が多いんだ。もう私の立ち位置がどこか分かんなくなっちゃってえ、4月末からゴールデンウィークとかなの。5月かと思ってた、ゴールデンウィークって4月から始まるんだ。シール、おい、すごい、みんな前じゃん。ありがとうございます。下手って星になるんだ。牛乳ありがとうございます。皆さんありがとうございます。確かになんか制服の目立ち見とか後ろだよね、いつもね。こんばんは。下手、そうだ、ここ橋下手なんだった。今度の手つ、あ、そうなんだ、いい席なんだ。ここは制服の目下手に、あー、なるほどね、下手にって読まれるか。ヤシオルームさんはね、もうありがたい、優しいですからね私史上最高ね、すごいね。いや、しかもさ、なんか2列目のドセンターって結構一番良さそう。コール、うえ、待ってるね、ありがとう。12日、後ろから3列目、ホゲートは後ろから3列目ね、了解だよ。4月27日から5月6日まで、
え、ゴールデンウィークってそんな長いもんだったんだっけ。ニャニャしてる画面見せに来て、当たらんより悔しい。よその塊だね。時間がない紙席だったんだ。緑茶ありがとうございます。月末にまたある。多分でもあるでしょう。月末がどこからどこまでかちょっとわかんないけどあると信じて待ってます。ポップコーンありがとうございます。もう無理。S 公演は次はいつだ。祝日、あーそういうことなんだ。ゴールデンウィーク、でもゴールデンウィークねないよね。学校始まったら土日メイン、どうなんだろう。そういうこと、春休みだから土日が少なくなってたの。あ、15か。社名は5月は合格キスの衣装と生誕ティーにしようかなって思ってますね。はい、写真は5月はそんな感じです。お花見してないけどもうなんか桜めっちゃ見てる。なんとか生きながらえておりますよかった。あ、15投げてる。広島ね、常に帰りたいけどね。常に帰りたいけど帰らせてください。あ、15のトラック明日なんだ。出遅れた、待ってたよ。お母ちゃんとはみありがとうございます。桜見た。お、そう、桜なんか結構毎日見てるからさ、もうなんか花見かなみたいな気分です。桜マジでめっちゃ見てる。立ち止まって見たりはしてないけどさ。サラちゃん腕短いのってどういうこと。急に急にどういうこと。あ、仙台でやっと桜見たんだね。え、雨降ってたらね最悪だよね。あ、マリンさんと同じところで話してた。可愛かったマリンさん、ありがとうございます。なんとかギアス、なんだろう。鶴舞公園行ってない。桜ねすごいよね。ああ、そういうことね。あ、久しぶりに4月がもうコードギアス見たことない。アニメ結婚してあたりです。人多いよねやっぱね。人多そうだなと思ってね。そういうのもあるよね。おにぎりありがとうございます。こんばんは。あたりがとうございます。おはよう。主人公が悪役なんだこれ。でもさ、なんだっけ、ネットフリックスにさ、あの異世界飯みたいなやつが出たから、あれをね見ようと思ったんだよね。そう、なんかたまにさ、なんか TikTok とかで流れてきててさ、あ、そう、ダンジョン飯みたいな、そうそう、面白そうと思ってたから、やっと Netflix に出たから見ようかなって感じです。広島にしかない屋台、ないんじゃない。だってお好み焼きとかもさあるでしょ、どこにでも。わかんない、だって広島の屋台しか逆に知らないから広島の屋台しか逆に知らないので。主人公もぶっ、あ、そうなの。コードギアスどういう系、戦い系。でもここは結構アニメ見る上で絵柄って結構好みがあるので、絵柄が好みだった場合見たいと思います。あと、そう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 、ヒロアカがさ、また始まったからさ、そう、もうずっと楽しみにしてたヒロアカが始まったので見ます。ドラマとか見てなくてね。ここはもう最終回だけ見てないとかめっちゃある。
コナンね、ストーリー DMM、 え、わかる。ココハもさ、なんか DMM はめっちゃ見てるんですよ、自分のやつの定点とかね。気づいたら時間過ぎちゃってるよね。わかる、 DMM って本当にそうなんですよ。ココハもでもなんかスイッチングを見ないんですよ、もう定点で。そうずっと見てるんですけど、この間スイッチングをちょっと見た時に、あ、スイッチングもいいなってなったけど、そう自分が出てるやつを見るときはさ、定点でさ、ねえどんどん見ないとね。テンスラねー、ダンジョン飯を見ようと思う。ソロ活女子のすすめ、あ、面白いんだ、あれ気になってはいた。イナエルはね、そう無印しか見たことない。ギアス、薬屋の人見てない、スイッチング見ないんだよね。そう定点じゃないとさ、こう全体で見ないとさ、自分の違うとことかさ、ちょっと変なとこ見れないじゃんだから定点ずっと見てる。 S 定点見事やって、うわ嬉しい違った、っ待って違うわ、私違いました、研究生でした。こんばんは、こんばんは、やあやあ。定点は21時過ぎたん、ギアスもわかんない、ギアスが可愛い初見コメントありがとうございます。こんばんは。マクロスフロンテティア推し動画とか撮ってみたい、変なとこヒロアカでいう個性、なるほどね。定点で見てると、でもその何、定点で見るときはなんて言うんだろう、なんか DMM をさ、自分のが出たやつを出れてるのを見るときはさ、その楽しんで見てるわけじゃなくてさなんて言うんだろう、そうより良くするために見てるから、自分を中心に見ちゃうね全国は推しってわけじゃないんだけど、ありがとうございます。そうね、こんばんは、21時になったので、そろそろ終わろうと思います。常に勉強ですよ、座学はできないんでねどうせ見るの好きなの、面白。結婚してアクタリです、そう全体バランスとか、そうそうリトマの、うわーそれいいね、見てほしい。おやすみみんな、おやすみ、バイバイ。